はい、では続きをやっていきたいと思います。だいぶ全体像は見えてきてました。で、先ほどちょっとテスト演奏してみようかなと思って、あ、そうそう、ここもね、蓋のところちょっと作ったんですよ。まだあのバネとかは仕込んでないので、ちょっと直角に立ってしまいますけど、はい、一応ここまでできたんですが、先ほどちょっとやってみて分かったのが、ここの下の部分、まあ、全体的に言うと、簡単に言うと、まあ、全体的な楽器の強度がね、ちょっと弱いっていう、まあそれは仕方ないんですけどね、まだ骨組みの段階なのであれなんですけど、まずここの、はい、今置いてるところの、これがしなっちゃうんですよね。まあこれまず問題点なので、まあ急これから再設計して、この厚み分のね、ちゃんとこういう薄いペラペラじゃなくて、ちゃんとしたブロックで作りたいと思います。で、これが弱いと、まあ、他にもいろんな強度の問題が出てきまして、このローラーで、ね、上からしっかりブックを押さえてあげるんですけど、そうするとここここって言ってもわかんないですね。このここの部分に今長板をつけてるんですけど、長板のところのやっぱりネジにすっごい負担かかるんですよね。グッて押さえられるので、こっちに力が加わるんですよ、持ち上げようとする力が。それにちょっと耐えきれないので、まあ実際のねオルガンはもうちょっとここは強度あるパーツを使ったりするので、何かしらちょっと工夫しないといけないなっていうところです。だいぶねこう仕組みはできてきてるので、さっきあの紙ローラーを紙は無事に送ることができたので、はい、あとはこの強度的な問題をうまく解消できれば、だいぶいい感じにできるんじゃないかなと思ってますね。だいぶもう制作キットじゃない感じになってきちゃいましたけど、まあ、一つねちゃんとしたものを作り上げるっていうのがまず目標であり大事なことなので、はい、ちょっともう一度ちょっとこの上の部分とか再設計して作っていきたいと思います。頑張ります。はい、今は補強パーツを設計しました。これがね結局負担がかかるパーツなんですけど、今まで作ってたやつだとこうなんていうんですかね、積層してるっていうんですかね、この板を重ねて厚みを出してるんですけど、こうするとやっぱり縦の力に弱いのかなということなので、まあ、ちょっとこれは本当金属パーツで作れたらベストだと思うんですけど、まあ、2.5 ミリの MDF の板をこの側面に貼り付けることによって、きっと強くちょっと補強されるんじゃないのかなと思います。なので今のパーツをつけた上でこれをつけて補強してやってみたいと思います。何でもやってみましょう。では行きましょう。はい、今はかんざしを作ってます。ではありません、かんざしではなくて、先ほどこの1枚だけだとちょっと弱かったので、ちょっとこんな風にこれをこうやって重ねて、こうやって厚みを出して貼り合わせて作ろう、補強できるパーツを作ろうかなと思ってます。本当はね1枚の木でやれたらいいんですけど、ちょうどいい高さにできなかったので、まあそれなら何回か重ねて作るっていうのをやってみようかなと思ってます。はい、頑張っていきましょう。これはきっと大事なパーツだと思う。はい、ここの部分の、付け直しが終わりました。一応補強用の 2.5 ミリの MDF をつけてみました。で、一回これがない状態で作った時よりも、さっき開いてみたらしっかり止まってたのでいい感じかなと思います。そしてこの蓋のロックのところも、作りました。まあ、これはあの元々あるデザインというか設計をちょっと参考にすごくしてるんですけど、ここに穴が開いていて、本当はこの今人差し指で触ってるやつも金属でできてますが、ここにこういうポッチを作って、この蓋が閉まった時にここがこうポッチ閉まるようになってます。これでロックがかかる仕組みですね。はい、じゃあこれを組み込んでいきましょう。はい、それでは昨日設計したもう一つのパーツを組み込んでいきたいと思います。この櫛のようなこちらのパーツなんですけども、厚さがこのように複数の板を重ねて目的の厚みにしました。まあ、本当は1枚板で作れたらベストだと思うんですけど、まあ、今持ってなかったので持ってる素材で工夫して作りました。で、これだけじゃなくてさらに、こういうのを組み合わせて完成になるんですけども、2種類、実験も兼ねて作ってみました。オーソドックスなスタイルというか、私の持ってる手回しオルガンはこういう感じに作られているんですけど、多分こっちでもいけるんじゃないかなと思って、一応この先端のここのところが
あるバージョン、ないバージョンをちょっと作ってみました。これはまだ貼り付けてないので、実際にこう乗せてみて、まあ、感触を確かめながらこっちで行こうっていうのを決めてみたいと思います。では組み込んでいきましょう。で前回の反省点を生かしてこの木の板をね、このローラーを上からグッて押さえてしまうとここが たわんでしまってたんですよね。まあそれを防ぐために今のさっきのブロックを使って補強しましたのでしっかりなります。なので結構これでいい感じになってんじゃないかなと思います。ではちょっと続きいってみましょう。はい、このキーを読み取るところのこのパーツなんですけども、もう一回作り直すことにしました。おー、またかって感じもしますけど、やっぱりこう実際作ってみて、まあ、少しずつこの1回目に作ったやつを切ったりして改良ついてたんですけど、もうちょっとこうした方が絶対いいなっていうのが見えたので、はい、ちょっと作り直すことにしました。こういうのもね、ものづくりってもうめんどくさいと思っちゃった瞬間終わりだし、そう思うんだったらやめた方がいいし、はい、楽しいだなとかもっとこうしたらいいなっていうね、ワクワクの気持ちの勢いのまま作っていきたいと思います。そういうのってね、何をする時にも大事なことかと思うので、はい、この気持ちの勢いのまま作っていきたいと思います。頑張りましょう。あとちょっと、はい、今日はめちゃくちゃ風が強いですね。さっきいつもブックを作る時に使ってる板がめっちゃ倒れました。はい、話は戻ります。はい、これ作り終わりました。だいぶ精度よく作り直しましたよ。大きな変更点としては、まずこちらが前は 2.5 ミリの2枚合わせだったんですけど、もうこれは 5.5 ミリで1枚板にしました。そしてもうこちらのこのキーをね、塞ぐところの穴を塞ぐこちらのパーツも、まあ、ナットで締めてるんですけど、最初はね、どのくらいの角度になるかいいか分かんなかったので緩めに調節できるように作ったんですけど、もうだいぶ決まったので、もう先一個一個バラしてちゃんと締め直しました。はい、他にも細かいところをですね、作り直したりしました。後ろのゴムを引っ掛けるところもですね、作り直したんですけど、わかりますかね、ちょっとわかりにくいか。前はですね、ここで2回ゴムを二重にしてやったんですけど、そういうことしないで一重でちゃんと締めれるように、作り直しました。今ね、最後のボンドで固めるのを待っているところです。これができたら組み込んでいきたいと思います。さあ、きっとうまくいくんじゃないかと思います。頑張りましょう。はい、今ブランクブックを差し込んでいる状態でキーを押さえている状態ですね。これでハンドルを回してちゃんと音が鳴らなければしっかりこれができているっていうことになります。で、今ちょっと回してみました。まだね、ここのクランクを固定しているところがネジ止めしてないので手で押さえながらなんですけど、今ハンドルを回しても音が鳴らない状態にできました。で、もちろんこのブランクブックを外すと、はい、ちゃんと音が鳴る仕組みになってます。いいんじゃないでしょうか。で、これで今回ちょっと調節するので、またちょっといろいろアイディアはあるんですけど、やっぱりどうしてもこのキーによってはね、この高さを調節する必要があって、この間の部分にこう今まで使ってきた端材っていうんですかね、こう加工した時の残りのパーツとかを挟んでみたらちょうど良かったんですよ。捨てなくてよかった。はい、こういうパーツを、まあ、1枚差し込むかとか2枚差し込むとかして、高さ調節をしてます。すごい微調整なんですけど、はい、そういうことをしてます。これによってこの上がった時とかにここの高さもね、ちょっとずつ個体差がやっぱどうしても手作りなので出ちゃうんですよね。ただまあ、そのずれちゃったものをちゃんと微調整できるように設計してあれば、まあそのずれもそんなに大きい問題にはならないので、これで一応ここのパーツは完成したんじゃないかなと思います。なので
今日はあとここのネジ止めをするための穴開けをして、試しにスケールが鳴るねブランクブック作って、ブランクブックスケールブックちょっと作ってみて、ちゃんと紙送りもされるかどうか確認してみようかなと思います。頑張りましょう。あとちょっと、はい、今はこの紙送りのローラーの調節をしてるんですけれども、まだ結構難航してますが、やっとブックが送られるようになってきました。はい、だいぶいい感じにテストができてきてるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりブックがですね結構引っかかりやすいんですよね。まだ何が原因があるのかまだちょっと分かんないんですけど、多分ここもちょっと原因かなと思って、今こうすっごいシャープに尖らして作ってるんですよね、まあ、この方がいいかなと思って作ってるんですけど、ここの部分の尖ってる部分がブックに突き刺さって抵抗が深くかかってるかなっていう印象もあったので、今からヤスリを使って一個一個少しずつね丸みをつけてみようかなと思います。それが果たして吉と出るのか何も意味ないのか、まあ、やってみないとね分かんないこといっぱいあるのでやってみたいと思います。では行ってきます。はい、今ヤスリで削ってきました。分かりますかね、ちょっと角っこが取れて丸くなってるの分かりますか。もう触っても痛くない感じですね。だいぶこう丸くなった感じがします。こうやって触ってもすごく滑らかなので、多分この状態で、ここにブックを読み取らせればうまくいくんじゃないのかなと思ってます。まあ、こういうのもねやってみないとわからないので、じゃあ早速組み込んで動かしてみましょう。うまく動きますように。はい、今セットができまして、ちょっと紙を送ってみましょう。だいぶちょっと問題点も見えてきてるんですけども、ちょっとやってみたいと思います。まあ、ちょっと今キーキー音は鳴っちゃうんですけども、一応まあ紙は送られるようになりました。しかしちょっとここでまた問題が発生しました。やっぱやってみないと分かんないもんですね。そして設計をしてみないと分かんないことがあって、分かりますかね、ここにマニアックすぎるなこの動画、ここにこのブックの押さえで、あ、折れちゃった、すっごい微妙に隙間ができちゃうんですよね。それは何でかっていうと、このブックのこのゴムローラーをこう上下で挟んだ時にテンションに負けちゃって、これがちょっとこう持ち上がっちゃうっていうんですかね、それじゃダメなんですよね。これは持ち上がらないようにしっかりググって押さえられないと結局ブックが空回りしちゃうんですよ。それで今ちょっと送るときに上から強引に手でこうギュッて押さえながらやってました。なのでちょっとその辺のシステムをもう一回ちょっと設計し直してみようかなと思います。でも一応ねこうやって送れるようになってきたので、少しずつ進化してる感じはしますね。頑張ります。はい、なかなか完成になりませんが、またこのパーツをちょっと作り直しました。まあ、作り直したといっても手を加えただけなんですけども、具体的に何を変えたかっていうと、伝統的な作り方っていうんですかね、結構本物に近いような、やっぱりそれは意味があってやってるんだなっていうのをちょっとね分かりましたね。まあ、ここの部分なんですけど分かりますかね、ちょっとアーチ状になってるの。まあ、ここ本当は金属のバネみたいのでやるんですけど、まあ、今ないのでMTF でやってますが、これがねちょうどスプリングみたいになってるんですよね。こうグッて押し上げられた時に適度にこう見えますかね、適度にしなるようになってるんですよ。今までのだともうネジから直結で固定してたので、グッて力が加わった時にそりゃ蓋が浮くよなと思ったんですよね。でこのクッションがちょっとあるような状態を作り出してブックを挟み込むと、多分適度なちょうどいい圧力が加わってスムーズにブックが送られるんじゃないのかなと思って、はい、ここのパーツを作り直しました。で今ちょっとこっちの方のこのバーがねこの前折れちゃったので今作り直して接着中です。接着が乾いたら
こちらのパーツをくっつけてみて、ブックちゃんと送れるか試してみたいと思います。なかなか完成しませんが頑張っていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。エピソード12でしたね。はい、予定ではこの完成予定日というのが本当は今日4月30日かなまでに、まあ本当は完成を目標に頑張っていました。なので、まあ、今日なんていうんですか、この中のメカニズムまで、音は出るところまではできました。あとは外見のデザインとかだけを考えたいですっていう風にしたかったんだけど、またちょっとね、新しい課題がたくさん見えてきちゃいましたね。でもやっぱりこう、まあ、作るっていうのは面白いなと思いました。で、まあこれでね、諦めるんじゃなくてまだまだ続きます。で、絶対こう作り上げたいので、作り上げていく過程もまた動画にしていきたいと思いますので、引き続き見ていただけたら嬉しいです。ただちょっと5月に入ると、あの学校公演とかがちょっと始まってしまったり、そういう関係がありまして、この4月は僕は手回しオルガン奏者兼楽器制作者みたいな感じのモードに入ったんですけど、5月からはちょっとケルトン楽奏奏者のモードにもちょっと入らないといけないので、あのまたちょっと動画のペースが少し変わってしまうかもしれませんが、手回しオルガンの、ね、設計もちょっともう一度全体的に見直した方がいいっていうのがちょっと分かっちゃったので、ちょっとまたそれもじっくりちょっと作り込んで仕上げていきたいと思います。でも絶対できたら面白いと思うんですよね。で、なんかだんだんこう動画を作るにつれて、こういっぱいこうコメントとかで、こうやったらいいんじゃないとか一緒に考えてくれてる人がいたり、あ、この動画すごい楽しみにしてますっていうコメントをいただけたりすると、やっぱりすごく嬉しいですし、徐々にこうね、見てくれたり応援してくれてる人が増えてくるのもすごく嬉しいなと思ってます。またこうね、自分もこの楽器を、まあ手回しオルガンという楽器を実際に演奏する立場にいるんですけど、やっぱ楽器をね、作ってみることによって、まあ、よりその楽器のこともよく知れますし、なんかますますその楽器って面白いなと思ったり、その楽器やっぱ好きになりましたね。なのでね、まあこういう制作動画とかもきっかけに、あ、手回しオルガンの中ってこうなってるんだなとか、まあ多分、まあいつになるかまだわからないけど、多分今作ってる楽器が完成して、多分それの演奏動画とかも撮っていくと思うんですよ。で、そういう時に、あ、今何気なく弾いてるこの楽器、あ、あんな苦労しながら作ってたんだなって振り返ってみた時に、まあその時の苦労ね、こうリアルタイムでこうやって皆さん見てくださってる人もいれば、まあその楽器が完成した後に、へえ、そんなことをやってたんだなって言って見る人もいると思うんですけど、まあそういう人たちにも楽しんでもらえたらいいなと思って、これからも記録に残してみようかと思います。はい。では、エピソード12はこれで終わりにしようかと思いますが、またエピソード13続いていきますので、引き続きぜひ応援していただけると嬉しいです。でも今頭の中にできている新しい設計図でうまくいきそうな気がする。いつもそういうこと言ってばっかな気がするけど、絶対うまくいきそうな気がするので頑張っていきたいと思います。皆さんもね、何か挑戦してたり頑張ってることあるかもしれませんが、一緒に頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんもお体にお気をつけてお過ごしください。ではでは、また会いましょう。バイバイ。